はい、ももちゃんとゆずちゃんでございますね。今回もコメントいただきましてお返ししたいと思います。内容はですね、こちら。はい、ということでね、住宅のことについてなんか質問が来ました。ダメだあなた。ね。ね、お座りしとって。ね。まさか住宅の質問が来るとは思いませんでした。で、まあ、これから、住むにあたって、まあ、シェルティをもう買うという前提で話をされてますね。はい。で、ですね、ももちゃん。まあ、今回はね、これ、この話なんですけど、まあ、正直答えから申し上げますと、ワンちゃんのためになんやかんや考えなくていいと思いますけどね、物件に関しては。はい。まあ、外で買うよっていう話であれば、庭がないとちょっとお話になりませんけど、まあ、シェルティでこれからもうすごく、暑くなるので、なかなか外で買うっていうのはちょっと考えづらいんですが、ドッグランだとかね、ついている設備がいいとか、そこまで考える必要性ありません。ありません。ないですね。でましてやね、よくテレビでやってるように芸能人がね、ワンちゃんのために、リフォームしますとか、家を買うとか、ね、家を建てますなんて、やったりしてますけど、あんなものはやりすぎです。ね、あんなもんはやりすぎです。正直言うと。あんなもんは。ね、ワンちゃんたち求めてません。ね。ワンちゃんたちなんか求めてないですよね、そんなの。ね、酸素カプセルが欲しいとか、ね、ドッグランが欲しいとか、こういうね、ももちゃん専用の通路が欲しいとか、そんなの求めてないんですよ。ね。はい。だから選ぶんであれば、まあ自分たちの住む、ね、その間取りだとかあると思います。その物件いいのを選んで、そこで、まあ、決めた後に、じゃあ、この子たちの、まあ、置いとく部屋とかはどこにしようかなって、そういう考えでいいと思います。ね。はい。ワンちゃんってのは今生きる生き物なんですね。将来的にああしたいな、こうしたいなって考えを持つのは人間だけです。ね。ワンちゃんはそんなこと考えません。考える、その仕組みっていうのもあんまないです。ないです。ね。ももちゃんなんかはね、今もう自分のところでこうくつろぎたいから自分のところに戻りました。ね。本来なら、ここでずっとね、座ってればご褒美も出てくるのに、ね。先のこと考えてればね、ここずっといるわけですよ。で、私は全然何の指示もしてないから、勝手にももちゃんがここへバッて行っても別に怒りもしませんし、ももちゃんもこの辺勝手にやります。ね。今こういうふうにくつろぎたいからこういうふうにやるわけですね。なんせワンちゃんっていうのは今生きる動物ですからね、私はもういいくつろぎたい自分の寝床でくつろぎたいよってことでくつろぎましたね。はい、まあ、ヨンちゃんなんかもう私今ちょっとべったりでここにいますね。これね、はい、くっつきたいからべたっとくっつきたいからここにいるね。今を生きるわけです。はい、ね、こういう動物に対してじゃあ将来的にどうしようああしようなんて考えるのはちょっとこう外れた考えですと思いませんかね。はい、ね、ですんでね、今回のこのご質問に関しては特に、まあ、必要最低限揃ってれば問題ないと思います。はい、ね、で現にこの子たち今もう今生きるって話をしましたし、この家に住む前にマンションにも住んでたんですね。そっちの方が良かったわけですよ。正直言うと。ね。ただ、ちょっと家庭の事情もあって、ここに引っ越してきました。で、その時に選んだのは、この子たちに対しては全く考えてませんでしたね。一応、ペット、かっていうだけ。だけ。で、それだけですね。庭もだって私のところほとんどないです。家ない。庭ないです。はい、ほとんどないです。庭もなし。ね。はい。で、まあ、近くに公園がないといけないだとか、ドッグランがないといけないだとか、そんな考えもなかったですね。まあ、公園なんていうのはもうどこもほぼあるわけですから、少し歩けばね、
まあ、あるよっていうところであればもう全然問題ありませんのでね、はい、ですからまあ選んだ後にどうしようああしようって決めていただいた方がいいです。はい、ご参考になりましたでしょうかね。今を生きる動物でございますでね、よろしくお願いします。では次回もぜひご覧ください。バイバイ。ほらね、ほらね、ね、私がバイバイって言ったらさ、じゃあ終わったんだなんてね、なんてね、こういうふうに今を生きる動物なんですね、あんちゃんね。